黒田敏夫は、日本の農民運動家、政治家、弁護士。1948年結成の労働者、農民党の初代主席。元衆議院議員、岡山県津高軍勤河村出身。第六高等学校を経て、東京帝国大学法学部に入学。在学中に、新人会で活動し、学生連合会を結成、委員長となる。放送資格を得て、 あとは自由放送団で、労働運動、農民運動を支援。労農党、労農派に参加した。1929年には、東京無三党を結成して、初期長に就任、翌年に、全国大衆党に合流した。1936年に行われた第19回衆議院議員総選挙に、岡山県第1区から、全国農民組合の支援を受けて出馬。初当選するものの、 翌1937年に人民戦線事件で加藤寛中と共に検挙、政界から追放の浮き目にあった。戦後、日本社会党の結成に参加。再左派として衆議院に予算委員会理事、農林委員会委員を歴任するが、足田一氏内閣の予算案に、再左派の黒田ら6人が反対して造反したことを理由に、石野久を、岡田春を、 園田天皇皇らと共に党から除名された。黒田ら除名処分を受けた議員は1948年に労働者農民党を結成し、黒田は主席に就任した。決闘宣言では、社会党を階級闘争を放棄しブルジョア第三党に転落した、とマルクス主義の立場から通列に批判。一方、日本共産党には、日本民主革命のために戦いつつあると一定の、 評価をしつつ、独善的変更を持ち極左的闘争主義の傾向が見られ、この結果勤労大衆の利益は、日本共産党だけでは確保されないと結論付け、社会党の左、共産党の右を目指した。1954年、黒田は代表団を率いて朝鮮、戦争停戦後初めて、朝鮮民主主義人民共和国を訪れ、朝鮮戦争の悲惨な現状と、 祖国の独立と自由のために戦った朝鮮人民の英雄的な姿を日本国民に報告したいと語り、日朝友好運動に貢献した。社会党、共産党との間の統一戦線を目指したが、そのダらが党を離脱したりするなど統制が伸び悩み、自らが支持基盤としていた日本農民組合では、共産党との主導性をめぐって内部分裂が起きてしまい、 結局1957年に、老農党は解散、黒田らは、社会党に復帰した。その後は60年安保反対運動や、日中友好運動に取り組み、日中友好協会政党本部会長を務めた。1972年の総選挙での落選後に、政界を引退し、後継として、矢山雄作が衆議院議員を3期務める。全国農民連合上任委員。 日本農民組合委員長などを歴任した。1986年10月21日、急性肺炎のため死去。去年87。ABCDE、黒田夫と,とは。コトバンク。2019年2月17日閲覧。ABCDEFGH 日本大百科全書。小学館 ABC、黒田夫と,とは。コトバンク。 2019年2月17日閲覧。服部とりとしが、自転有名人の死亡診断近代編付録、近代有名人の死因一覧11ページ、第065回国会予算委員会第7号、国会会議録検索システム、国立国会図書館、2019年2月4日閲覧。ありがとうございます。